おはようございます。ティリアット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。2日連休を希望級で取ったんです、先月に。で、今日その希望級なんです。友人たちがね、まあ友人たちと出かける予定だったんですよ、本当は。ただですね、その先月、まあ希望級取って、その後にね、なんかコロナの第2波とか、その話が結局持ち上がって、まあ、要するに外出自粛のね、お願いみたいな、まあ、最終的には命令みたいな話だったんだけど、その紙が3枚、4枚ぐらい届いて、職場に。はい。まあね、要は、県外に出ることができないっていう、まあ、感じになりまして。はい。まあ、本当に出れない感じだよね。だから、もう絶対出ちゃいけませんよ、みたいな感じだよね。4枚ぐらいさ、同じ通達がいっぱい来れば。はい。ということで、友人たちが、出かけております。僕は家です。寂しい。今回使っていくパーティーはソウルでございます。武器は祝福の杖、勇者の盾にね、天使のローブを装備したね、まあ基本型のソウルですね。はい。まあ比較的ベホイミとバギーまで耐えていくってスタイルです。お供を紹介します。悪魔の鏡とビッグアイ、どちらもソウル相性が発動してね、第3の技カウンターも刺す、そしてザネツクに変わります。どちらも反撃技持ちですね。悪魔の鏡を先日ダウンロードコンテンツのね、クリア報酬として手に入れたんですよ。で、早速使ってみようという動画なんですけど、なんだこの敵チームはと。バトルロードの1回戦に確かにこんなチームいたな。初見殺しなんだよ、この。どう見てもおかしいじゃん、こいつら。デンタ、ゴーゴン、メタハンとか、ふざけてんのって思いましたよ、一瞬。なんだこれはと。さあ、というわけでね、このビッグアイとね、悪魔の鏡、お互いカウンター、反撃技持ちなんでね、早速ね、使っていきたいと思います。さあ、カウンターモシャスはどんな感じ？さあ、カウンターモシャス初めて見るの。モシャスの構え、あ、そういうモシャスの映像が出るんだ。この前なんかデスタマーの拳出てたもんね。さあ、この二人で反撃を狙っていきたいところ。ただ問題はね、敵がそんなになんか攻撃しなさそうなんだよな。うわ、勝ったバギマイたちって硬すぎない？君。ゼロ一なそうだよね。これ確か主人公に行っちゃうんじゃない？あ、鏡に行ったわ。よし、鏡行け。まさかの鏡に行った。カウンターモシャス？え？あー、確定ではないのか。変身はできるけど確定じゃないんだ。まあそれ確定だったら強すぎるか。そうだね、確定だったらさ、あ、悪魔の鏡の光めっちゃ強かったね。てか、属性耐性が優秀ですね、この前から思ったよ。バギマの時も比較的なんか硬かったけど、呪文耐性優秀なのかな。さあ、カウンターモシャス2回目でございます。来たー！カウンターモシャス発動！そういうことか。ただビッグアイたちと違って、なんていうかな、勇気を貯めるっていう意味ではどうなんだろう。いいね、でも、全体攻撃とかやったら何回でも変身できるんだね。ね、今までカウンター持ちながら結構癖のある連中が多くて、例えばスライムブスだったら1回限定に強力な攻撃とか、サーベルキチナは、飛行特攻の、まあ、カウンターみたいな感じだったんですけど、へぇ、こういう感じなんだ。ただ、カウンターモシャスは確定ではないんだね。ビッグアイたちと違って。ちょっとそれはどうなん、まあでも、ゼラタ強すぎるもんな。そんな魔王に化けたら強いもんね。へぇ。まあ面白いね、こういうのもね。さあ、カウンターモシャス？モシャスの構え。なんか DLC の連中にカウンター連中ってこう考えたら多いよね。ってことはさ、必ずカウンターできるさ、キラーリカンとはどんだけ強いかって、やめて。これね、今回はあまり理解できないんですけど、実感できないなって思うんですけど、デスゴーゴンとデンタザウスが理解、あれなんだけど、基本的にこのカウンター行動を取ってしまうと、判断力の高い相手、例えばナイトリッチのドルマとか、判断力が高い相手には、モシャスを避けられちゃうんですよ。なの、モシャスしてるこの、モシャスとかカウンターの構えしてるビッグアイ、または悪魔の鏡は、避けられて、中央の主人公にドルマが行っちゃうよっていうこともあるんですけど、まあ、今回はね、ゴーゴンもデンタのバカ野郎なので、ね、基本的には。攻撃してきます。ドラゴン、おー、いいねー。カウンターモシャス発動？いいよ、いいよ。自己フラッシュ。地味にちょこちょこ打点取れるの面白いな。ちょこちょこ打点取れてんな。ちょこちょこ打点取れるの面白いな。デンタックルが、これ誰に行く？デンタザウスたちはね、比較的判断力は低めなので、カウンターの人にも行くはずなんですけど、主人公に行きました。
ちょっと待って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 、1回戦からもうガチの戦いしてんだよな、どう見ても。お前たちはバカだからカウンターの方狙ってほしいんだけど。おっとメタハンがこっち行く。あ、同じぐらいなのかな体勢が。ね、まさかのカウンターを避けなかったぞ。メタハンに化ける。結構成功率高いのかな。いい感じいい感じ。まあ、もしこれ多分模写す体勢もあるんだろうな。いやゴーゴンそれ全然効かんした。当たりました。さあカウンター模写す。はい、おー、いいねー。比較的変身してんな、お前。比較的ちゃんと変身してんな。はい、ジグオフラッシュ、いくぞ、せーの。はい、いいねー。なんだったらこのターン、勇気たまる。4ターン目に勇気たまるぞ。まあ、でも、カウンター系統ってやっぱさ、あの、複数回やつとしたら、その分勇気がたまるから、まあ、早めにね、勇気を貯めるっていう、手の中では有効な感じですね。特にキラーリカントっていうのは発動時にも勇気が貯まるから、何かの事故でキラーリカントが攻撃を食らったらまたその分攻撃できるからな。勇気回収にも優秀ですよね。まあ、攻め手にも使えるしね普通に。0-1、これ主人公じゃないの基本。鏡に行くね。避けてどうする。結構な頻度で悪魔の鏡見られる。何をしとるか。ビッグアイとかあのイエティとは違うカウンター判定で判断力に影響されないのかもしれないね。おー、いいねー。さあ、テンションが溜まった状態のカウンターモシャス。これは弱いわけないね。自己フラッシュしか打たねえ、こいつら。なんなんだ、こいつ。踏み潰すとか全然しねえじゃねえか。いやー。まさか一戦目でとどめる時期打つことになるとは。こんなことあるんだ。いや、カウンターモシャス面白いね。ちょっと、判断力高い練習で試してみたいね。一戦目にしてとどめる一撃を使うっていうね。なかなかアーケードモードでは見ない光景ですね。決勝戦ですよ。とどめ打ったんだよ。まさかの、普通ここで決勝戦でとどめ打つとか、魔王戦でね、とどめ打つとかなんですけど、まあ、決勝戦まで。おぉあららこれは初めて見た。いや、筐体にいたな、こんなチーム。いや、珍しいな、マジで珍しいわ。いや、アーケードもやってみるもんだな。はい、こちらのチームはですね、アーケードモード、実際の実機でもね、存在したパーティーです、これ。あの、まあ、簡単に言うと、まあ、経験値稼ぎにできます。あの、2回戦で経験値が大量にもらえるっていう、両チームですね。はい、簡単に言えば。いや、まさかのこれ来たから、プレイヤーでは絶対できないからね。まあ、基本的にプレイヤーは改造でもしないと、このチームを組むことは不可能ですからね。さあ、カウンターモシャスを張っていくぞ。モシャスの構え、グー、無点罰落としていく。これはもうカウンター圏内ですね。カウンターモシャスが失敗。わかった、あ、よかった。もういいでしょう。やっぱり主人公に行くよね、普通に考えたら。さあ、経験値もらいましょう。ごちそうさまです。お、魔王だ。いいね、魔王来たよ。魔王来た、魔王来た。何かな、何から来るかな。ピサロかな、普通にピサロ来るかな。魔剣士のピサロが来ましたね。いや、今回は勝てると踏んできたんでしょうかね。今回勝てると思ってんのか。おい、中指立って取る、強そうや。さあ、ただですね、この基本的にまあね、皆さんには分かっていただけてるとは思うんですけど、魔王系統っていうのはモシャスは成功しないですよ、普通。なんか時々成功したことあるんですけど、まあ基本的には成功しないと思ってもらっていいと思います。まあそれでもするんですけどね。さあ、これでピサロがね、鏡を割りに来たら、まあ、こっちは化けれる可能性ありますから。どう見てもこっち負け筋を引いてないか。これ負け筋引いてねえか、俺。自分で負け筋を作ってるんじゃないか。連合おばさん。あー、剣技。やっぱ主人公行くよね。おい、避けていく。ラッキーラッキー。何の意味もないやないか、これは。お前ら何の意味もないぞ、それ。何の意味も持ってないぞ、お前ら。それは。ビッグアイもさ。で、ピサロがね、2ターン目ね、全体攻撃を使ってくれないんで、まあ、ここ攻めちゃいます。2ターン目こいつ全体攻撃使ってくれないんですよ。意地悪なことに。なんでここはまあ、普通に攻めます。とりあえず勝ちの圏内には入れとかんとダメだ。てか、魔王が1回攻撃、基本的に1回攻撃しかしない性質とが噛み合ってないんだよ。カウンターがそもそも。あ、やっぱ全体だったわ。ごめん。これ全体だった。英国化剣技。失速の剣技間違えた。うわ、いった。鏡割れる。
鏡割れちゃう。じゃれつく？はい。いいよ。で、つばぜり合いしておきたいな、一応。来ました。見えたのは現場の拳、あ、げんこつ、デスタムア様のげんこつじゃ、ほら。どうしよっかな。ここはさ、確実にちょっと勝ちに行こうかな。緑でやっとけばとりあえず最悪勝てるから。最悪緑やったらとどめ的つばぜり合いを持っていけるから、ここは勝ちに行こう。ここは普通に勝ちに行きます。オッケー！そもそもここで勝っていく！そもそもここで勝った。さあ、どっちかがね、カウンター以外に行動してるといいんですけど、おいぎね、現場剣一気デスタムア様やつに、鉄よードーンよしよし、これ大魔王まで行ったぞ大魔王に行くパーティーじゃねえだろ、こいつら。自らの技で散るがいい。ダークマター、自らの技で死ぬがよい。あー、哀れピサロよ、ピサロ哀れよのなんで俺エビルプリスト側になってんだよ。来たか、デスピサロ。どっち、目薬刺してこいよ。赤目じゃねえかよ赤目で来よったこいつ。いやー怖いな。さあ、まあ、赤目のデスピサロと対峙しております。いやー怖いね。どうなんだろう。一旦目はとりあえずどっちも全体だからこれでいいんだけど、正直6800の HP をこんなやつらで削りに行くという方が無謀ではないのかと思ってますさあ、もうってことはこのカウンター魔術さえ決まればって感じですね。はいさあ行くぜ。どう見てもこれとりあえず大魔王も全体技多いから、大魔王全体 一多いから打点取れる可能性あるから、はい、勝利をせずにこの悪魔の鏡、デスタムアの化身ですから。言うてさ、こいつさ、デスタムア呼び出すぐらいの力あるから、それぐらい実力者なんで、はい、大丈夫だと思います。さあ来ました、天地雷鳴拳出たぞ。大丈夫か大丈夫かな。ああいや、こっから頼む、返してくれ、反撃してくれ、なんとか反撃しろ、お前ら。いけ、いいよ。あ、ジャリスクも出る。てか、なんだったらお前ジャリスクでいいよ。カウンターもさせれ、ロマンをドンでしょうな多分カウンターもシャス。いやでもこれ全然打点取れないぞこれこんなバーで基本的に大魔王に打点取れるもんじゃないもんな。とりあえずベホイミで遅延して、そうしないと死んじゃうからねそうしないと多分ね、もうまず生き残れねえから。でじゃれつくで、とりあえず会心でやっていきたいな。はい、いいよ。まだこっちの方が打点出んな、なんだったら。さあここでダブルブレスは全体、まあ、全体しか飛んでこないの知ってるからこいつは。3ターン目はね、つばぜり仕掛けておいた方がいいですね。おお、勝てえねえ。属性対象勝てんだな。さあカウンターもシャスゴーでしょうなやるしかねえか。いやもうやばいってお前ら、もう奇跡の逆転狙わないと無理だぞこれ。あといくつ削ればいいんだよ。来たか、2秒式に行こう。封印された2秒式、いいぞ。3、2、ここ、頑張れ。おお、勝ったね。ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、決めてくよ。ワンチャンあるけど、おい削れ、何をしてるんだよやっぱりでも打点を取らなきゃ、もう打点取らないと。お前カウンターマシャスバケないと勝機ねえわ。もう結局そうなるのか、やはり結局そうなるのかと。いやもうバケないと勝機がない、打点がなさすぎなんだよ。でもビッグアイ、お前ビッグアイはね、お前はねビッグアイ、お前何してんだよ。なんかもう火力が出ないのは僧侶の悲しいとこだけどさ、こんなに火力出ないわけないんだけど。相手派になっちゃった、やばい、これやばいな。これ5ターン目がですね、特技なんですよ。どっちも特技なんですけど、5ターン目までに勇気を貯めつつ、勇気を貯めつつ削らないといけないと。明らかになんか無理な状況ですけど、私は諦めません。明らかになんか無理な気がしてきたんですけどちょっと無理じゃない、さすがに無理があるんじゃ
だからギガ電に削って悪魔の影がカウンター模写して勇気を貯めてって感じですね。はい、勝ちのルートは見えました。見えてません、さよなら。カウンター模写すらしてね、なんでこういう時にしてないんですかね。やめろ、うわー、うわー、おお、もう瀕死、もうダメだわ。カウンター模写すらってもうライブでしか使えない、ライブでしか使えねえよ。ライブでも成功してるのこと知らないけど、いや、このね、この動画出る頃には多分成功してるでしょ。どうすんのよ、お前。なんだよ、こいつ。なんだよ、この角に。叩き割るぞ。頑張れ、お前のレッサーマン、そのまま直接来いよ、この戦場に。そちら行けるって勇気も溜まってないし。カウンターの欠点が。カウンター組の欠点、ここに嫌われる。勇気が溜まらない。諦めません。なんかあるかもしんない。これなんかあるんちゃうか、なんか、ここでさ、うまいことなんか、なんかデスタムーンはそのまま直々生きてさ、イオグラントとかじゃ勝ちよ。なんかあるに。なんかあるに。うん、なんか、勝負を諦めない。これバギーまで800ぐらい削るんじゃないかな。今までのダメージ見とったんかと。もう何を言ってんのかとね、皆さんついてきてください。もう全然トルゲンナイマンいけてないし、最終ターンだし、なんだったらこの攻撃でし、恐怖の爪。やば、恐怖やば、確かに。誰？あー、鏡ちゃん。いや、ちょっと待って、まあ、そりゃそうなるだろう。鏡ってめっちゃ残念そうな死に方するやん。